朝から力が入りませんね。全然力が入らない。力が入らない。力入らない。今日はダメだね。今日はダメだ。でももう月曜日、スイッチは入ってるからね、頑張りますけども、力が入らないな。力が入らない。まあでも大丈夫か、なんとか大丈夫でしょうね。そして暑いね今日は。もうまだ9時回ったとこだけど、もう20度ぐらいあるんじゃないですか。暑いな。喉が痛いまではいかないけど、唾を飲むと違和感を感じますね、しっかりと。そんな時は CC レモンですかね。鼻も詰まる。花粉症の薬も飲んだし飲んだけどこれ効かないんだよな、このアレジオンは。アレジオンはダメだな、僕には合わない、効かない。やっぱパブロンにしよう。これ飲み終わったらパブロンにしよう。力がちょっと、現場着くまでになんとかこう気持ちを、スイッチをグッと入れて、言ってももう今週4月入るからね、今週中に。恐ろしい、もう4月か。恐ろしい。いやー、とっととロト6当てますからね。ロト6当てて、まず自分自身がいろんな重荷を捨ててね、身動き取れやすくなるようになりつつ、そしてどうせお金は余ります、どうせお金は余ります。その余ったお金をこの見てくれてる人にね、ちょっとでもお気持ちですけども渡したい。自分がやっぱね、本当に苦労をたくさんしてきましたので、やっぱ苦労してる人を見るとね、救いたくなりますね。救えるような分際ではありませんが、自分がロト6さえ当たればね、救えるんじゃないかと思っております。引き続き平山茂をよろしくお願いしますよ。頑張りますから、チャンネル登録もお願いしますよ。ぜひともぜひともチャンネル登録お願いいたします。ロト6買いました、買いました、買いました。ちょっとこっちも買っちゃいました、スクラッチ。ちょっとなんか店員さんにおすすめされたんで買っちゃいました。さあもうちょっとでね、仕事終わりますので、お家帰ったら結果発表でございます。逆光仮面だなこれは。ではまた後ほどお楽しみに。はい、家に帰ってまいりました。皆様本日もお仕事お疲れ様でございます。月曜日が終わりました。本当にお疲れ様です。もう大丈夫、もう大丈夫ですからね。そして本当に、見てくれてありがとうございます。本当にありがとうございます。現在8時を回りまして、ロト6結果が出ております。ではさらっと確認します。もう当選番号はここにメモってあります。そして買ったロトはこちらになりますね。ちょっと見にくいですがこんな感じです。ちょっと見ていきます。さあ1572回、ロト6当選番号。さあ4。はい、残念でした。4は買ってません。6、10、19、28は買ってません。38も買ってません。はい、残念でした。はい、諦めずにまた来週月曜日ロト6買っていきたいと思います。あと先ほど
言ったですねスクラッチもありますので、これもおまけ程度にいきたいと思います。10枚ですね、10枚買ってます。どんなスクラッチかと申しますと、こちらですね、ワンピーススクラッチでございます。こんな感じですね。はい、左の赤枠の中すべて削り、出た絵柄が右の通りになれば当たりですよと。その絵柄に応じて右の当選金が受け取れます。1等はですね一応200万円、2等が5万円、3等が3万円、あとは1000円、200円という。でこれを買った理由を説明するとですね、10枚買うと、3枚は当たりが入っているということだったので買ってみました。では早速削っていきたいと思います。ギャーッと削っていきます。とりあえず3つ同じ柄が出ました。早速1枚目で200円が当たりました。この1等200万円当たったら、これはどうしましょうね。200万円を配るっていうと1人1万円ぐらいにしか、ちょっと厳しいかもしれないですね。はい、またしても5等のこの桜のお花みたいなやつですね、これが3つありましたよと。これでまた200円ゲット、400円。さあ一応10枚のうち3枚には当たりが入ってるということだったので、あと1つあるんですが、さあ桜の花びらで5等、200円、まあ、これでね600円です。ただねこのあと4枚あるんですけど、これ全部外れなんでしょうか。ちょっと見てみましょうね。でワンピーススクラッチ、こちらが10枚買って3枚が200円と、このような形になります。大丈夫ですね、大丈夫。また引き続きですね、明日も頑張りましょう。私はちょっと明日はお休みなんですけれども、ちょっとマッサージに行けたら行ってまいります。皆様も、体を大事にしてください。喉もちょっとまだ違和感ありますけれども、また明日会いましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、絶対当てますから。また高額ね、高額当選当てますから。それではまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。